メーデーア、メーデーアは、ギリシア神話に登場する、コルキス、現在のグルジア西部の王女である。イアーソン率いるアルゴナウ隊の冒険を成功に、導いたとされる。長母院を省略して、メディアとも表記される。太陽神ー、リオスの孫であり、魔女、キルケの名にあたる。すでに兵士オドスの、神闘記に、名前が現れており、コルキスの王、アイエーテスト。 オーケアノスの娘エデュイア、イルイアノでアポロドーロスによればカルキオペートアップシュルトスという兄弟がいたがロドスのアポローニオスはアップシュルトスをイボアニとしている。後代の説ではタウリケオペルセースの娘ヘカテイトアイエーテイスの娘でキルケアイギアレウスと兄弟とするものもある。イいや、オンとの間にメーデオス、あるいはメルメロスとペレース、あるいはソーセージ。 テッサロスとアルキメネイス、ティーサンドロスを生んだ。また、アテーナ用、アイゲウスとの間にメイドスを生んだという。ヘイシオドスは、メーデーアを、目輝く乙女と呼んでおり、ロドスのアポローニオスは、メーデーアやキルケイがヘイリオスの子孫の証である、黄金色の光を発する輝く瞳を持つとしている。ヘカテイ神殿に仕える巫女であり、ヘカテイの魔術に長けていた。 元来はギリシアに征服された地方の土着の女神だったと考えられている。ロドスのアポローニオスによると、メーデーアは女神ヘカテイからあらゆる魔法の薬草とその扱い方を教わっており、彼女が薬草を用いて行う魔法は激しく燃える、炎の勢いを和らげ、川の流れをせき止め、星々や月の運行を妨げることができた。そしてメーデーアはよからぬ研究をするたびに、 月の女神セレーネーを恋の魔法でエンデミオーンのいる、地上に引き下ろし、夜空から月明かりを消し去ったという。また、冥府の住人を呼び出したり、幻を見せることもお手の物のだった。シケリアのディオドロスも、メーデーア自身が研究して習得した、薬草学と薬学の知識に、得て、母、ヘカテイや、姉キルケイが得た知識も等しく学んでいたとしている。 メーデアの薬草の知識の中でも特筆されているのは、プロメーテオンと呼ばれる薬草である。この薬草は、コーカサスの山頂に縛られたプロメーテウスが、不死身の大足に肝臓を食われた際に、大地に飛び散ったイーコールから生まれたもので、この薬草から作った魔法の薬を、真夜中に、ヘカテイに釘した後、身体破き、縦に塗り付けると、 一日の間だけ早日から身を守り、無双の力を得ることができた。ただし、釘の最中に、ヘカテイに対して、礼をしするとその限りではない。釘においては一人で黒子をまとい、円形の穴を掘り、その中で、オスの羊をと殺した後、穴のそばに積み上げた焚き木の山に置いて火をつけ、ヘカテイに捧げる。さらに蜂蜜を注いで女神をいぶしつつ、加護を祈願する。 すると、ヘカテイが供物を受け取りに現れるので、滝木の山から戻ってくる。その際に、女神の足音や、地下の犬たちの鳴き声が聞こえても、決して後ろを振り返ってはならない。さもなくば努力が、水砲に返すだけでなく、無事に帰って来れないとメーデーヤは語っている。メーデーヤは、祖父、ヘイリオスから授かった有欲の竜に引かせた二輪の戦車に乗っていたが、 この戦車にはメーデーアが大地と天界の両方を支配していることを象徴するために翼があった。またメーデーアは眠りの魔法にも優れていた。ロドスのアポローニオスはメーデーアが金羊毛を守護する竜を眠らせた手順を次のように語っている。まず呪文を唱えて眠りの神キュープノスに助力をこい、ヘカテイに加護を祈る。すると呪文の力で 竜は力を緩め警戒を解いたが、まだ眠らせることはできなかったので、切り取ったばかりのネズの枝を薬草の汁に浸し、魔法の飛躍を直接竜の目にかけて眠らせ、最後に竜の頭に薬を塗った。こうしてヤーソーオンは、金羊毛を手に入れることができた。一方、オイディウスはまず見たものを忘却させる効果のある薬草を竜にかけた後、眠りをもたらす呪文を唱えたとしている。 この呪文には、荒波や激流を沈める効果もあった。メーデアの最も有名な魔法は老人を若返らせる魔法である。オビデウスによれば、それは次のようなものであった。まず満月の夜に、星々と月、陛下庭、薬草をもたらす大地をはじめとする初心に祈りを捧げた後に、有欲の竜の戦車に乗って、各々のの地方で薬草を採取する。次に、 男との接触を断ち、館の戸口に芝土で、カテ庭とヘベイの祭壇を作る。そしてその傍らに二本の溝を掘り、黒い羊をと札して、血を注ぐ。さらにそこに白い葡萄酒と温めた乳とを一杯ずつ、加えた後、冥府の王、ハーデースとペルセポネーに祈り、魔法を施す過程で置いた者の生命が、失われないように祈願する。ここで、 ようやく魔法を施す相手を運び入れる。燃える祭壇の周囲をめぐり、松明を溝の地に浸して火をつける。集めた薬草は、東方産の石、引き潮の後の海岸の砂、満月の夜にできた死も、耳ずくの翼と、肉、人狼の蝶、キニプス産の水蛇の皮、長寿とされるおじかの肝臓、九代を生きた鳥のくちばしなどと煮込んで魔法の薬を作る。 大釜の中を乾燥したオリーブの枝でかき混ぜたとき、枝に生命力が戻って葉が茂ったりオリーブの実がなるところ合いであり、魔法で眠らせた老人の首を切開して血を流し、薬を喉や傷口に流し込む。すると、たちまちのうちに若返るという。ただし、アポロドーロスは体を切り刻み、薬草と共に大釜で煮ることで若返らせるとしている。 一説によると逆に薬を体に塗って、老人の姿にすることもできた。そして体に塗った薬を洗い流すと、再び元の若々しい姿に戻るのだった。ピンダロスによると、美と愛の女神アプロディーテイは、メーデーアをイヤーオーンに恋させるため、車輪にアリスイを結びつけたジュグイユンクスを作り、呪文と共にイヤーオーンに与えた。 イアーソーンはこの呪いを用いることでメーデーアを仲間に引き入れ金羊毛を奪うことに成功した。ロドスのアポローニオスによるとメーデーアに恋させるようアプロディーテを説得したのは女神ヘーラーである。ヘーラーはイオールコス王、ペリアースへの憎しみとイアーソーンが IA 系に殺されないようにという親切心からアプロディーテを訪れ彼女の息子 エロースの矢でメーデーの心にイヤーソーンへの恋を目覚めさせ、イヤーソーンの味方をさせるよう説得した。エロースの矢に胸を射抜かれたメーデーは、イヤーソーンの冒険を様々に助けた。アポロドーロスによると、イヤーソーンとメーデーが金曜の怪我は金曜網を取ってアルゴー船を出航させたとき、i a t スの船団に追われ、メーデーは一緒に連れてきていた幼い弟。 アプシュルトスを殺し、亡骸を海にばらまき、追っ手がこれを拾い集めている間に脱出したと、されている。しかしこれには、異説があり、ロドスのアポローニオスによると、アプシュルトスは、アイエテイスとコーカサスのニュムペイのアステロディアーノコで、この時すでに成人していて、追っ手の戦乱を率いた。そしてメーディアが小島に、 アプシュルトスをおびき出したところを、イヤーソーンがこれを殺したというものである。いずれにせよ、メーデーアは、親族殺しの罪を清めなければならないことを、アルゴ船に取り付けられた堂々なの聖なる歌詞の予言で知らされた。そこで、アルゴナウタイは、アイアイエー島を訪れ、アプシュルトス殺害の罪を、魔女キルケイに清めてもらった。メーデーアはその後も、アルゴナウタイと行動を共にし、 プランクタイの岩礁やセイレームの住む島といった海の難所を乗り越えて王が統治するケルキュラ島にたどり着いた。彼らは歩きのオスから艦隊を受けたが、コルキス人の追っ手が島にやってきて、メーデーアの引き渡しを要求した。メーデーアは王妃のにすがりついて、引き渡しに応じないでほしいと懇願した。王妃が歩きのオスにどうするつもりなのか尋ねると、歩きのオスはもしメーデーが 処女のままであったならアレーテースのもとに返そうと思えが、しかし、イヤーソーンと夫婦のちぎりを交わした後ならば、夫婦を引き離すような裁定は下さないし、もし子供を身を持っていたならば決してコルキス人に引き渡すことはしないと語った。そこで、アレーテイは、アルゴのタイに王の判断を知らせ、納得した彼らは、ケルキュラ島の海岸にある、 マクリスの聖なる洞窟で婚礼と書屋の床の準備をした。床の上には金曜毛が敷かれ、ヘイラーは二人のためにニュムペイたちを送って祝福した。そして、アルゴの歌いが、コルキス人の襲来に備える中で、オルペウスは、婚礼の祝歌を歌い、メーデーアは、いやー騒音と夫婦のちぎりを交わした。翌日、アルキのオスがメーデーアに関する裁定を下すと、コルキス人は、 メーディや返還の要求が無駄であることを悟った。しかしアイエーテスの怒りを恐れて、帰国をためらい、アルキのオスの許しを得てケルキュラ島に移り住んだ。その後も後悔は続いた。クレータ島ではタロースに遭遇したが、メーディアは、船の甲板でサンドジュモンを唱え、長者の生命を喰らう冥府の資料や良権を召喚し、タロースに幻を見せた。するとタロースは、 あるご船に投げつけようとした巨眼を落とし、かかとの一本の血管を覆う薄い膜を傷つけてしまい、イーコールが流れ出て死んでしまった。メーディアが薬で狂わせた、あるいは不死にすると約束してたロースを欺き、血管を塞ぐ釘を抜き去ったため、イーコールが流れ出て死んだという説もある。このような冒険を経て、メーディアは、イアーソーンの祖国、イオールコスにたどり着いた。オイデウスの 変身物語によると、イヤーソーンは、メーデーアに対して、自らの寿命を縮め、年老いた父、アイソーンの延命を願い出たが、メーデーアは、夫の望みに応じて、死期の迫ったアインを、魔法の飛躍で若返らせるという不思議な術を行った。メーデーアは、ベリアースの娘たちに置いたお羊を切り刻んで鍋に入れて、ぐつぐつ煮て、若返らせるところを見せた。 姫たちは父親を同じように若返らせようと、ペリアースを切り刻み、鍋に入れてぐつぐつ茹でたが、ペリアースは死んでしまった。メーデーアがペリアースを冒険によって殺した後、イオールコスの人々は、メーデーアの残酷な仕打ちにおこ追放し、メーデーアはイアーソーンと共にコリントスに向かった。追放されたイアーソーンとメーデーアはコリントスで幸福に暮らしたが、 コリントスをクレオ,オーンに気に入られたヤーソー,オーンは王から娘を与えられた。そこでヤーソー,オーンはメーデーアと離婚してグラウケイと結婚したが激怒したメーデーアは結婚の制約を立てた神々にイヤーソー,オーンの暴音をなじり、グラウケイに毒を浸したペプロスあるいは魔法の薬で作った黄金の冠を送りそれを着たグラウケイは炎に包まれ助けようとした。 クレオーン、王と共に、王宮もろとも焼け死んだ。さらにメーデーヤは二人の息子である、メルメロスとペレイスを殺し、ヘイリオスから授かった有力の竜の戦車に乗って、アテー内に逃れた。この復讐劇は、後代のエウリーピデースによる脚色であるとも言われる。いや、そうーンとメーデーアの間には、七人の息子と七人の娘がいたが、メーディアが手にかけたのではなく、 グラウケート・クレオーンの殺害に奮撃したコリントス人たちが彼らをことごとく捕らえ、石を投げつけて殺したというものである。また、長男のメデイオスはイアーソーン同様ペイリオンさんのケイローンに養育されていて難を逃れたとも言う。また、復讐劇は起きなかったとする説もある。パウサニアスによるとコリントスはもともとメデエアの父、アイエーテイスの出身地であり、 アイエーテイスが国政を取った時期があったので、コリントス人は、応答が途絶えた後に、メーデーアを迎え入れた。しかしメーデーアは子供を不死にしようと考えて、ヘーラー神殿に隠したが、そのことを知ったイアーソーオンは、コリントスを去ったた、メーデーアも、コリントスをシーシュポスに譲って去ったという。コリントスを追われたメーデーアは、初めて売のヘーラクレースを頼った。そして、 ヘイラクレースが狂気に寄りつかれて我が子を殺戮しているのを目の当たりにした。ヘイラクレースはイヤーソーンが本当に不誠実で自分を襲った狂気を治してくれるのならかくまおうと言った。そこでメーデーアは英雄を苦しめる狂気を薬草で治癒したがエウリュステウスがヘイラクレースに別の区域を敷いたため英雄に保護してもらうことを諦めざるを得なかった。次にメーデーアは アテー内を訪れた。アテー内のアイゲウス王は喜んで迎え、メーデーアと結婚した。しかしメーデーアは王宮にやってきたテーセウスを危険視し、排除しようとした。そこで夫にテーセウスに用心するよう言い含めた。アイゲウスは彼が自分の息子だとは気づかずにメーデーアの言葉を信じ、テーセウスをマラトーンの王下大事に行かせた。そして、 テイセウスが無事に戻ってくるとメーデーアは今度は、毒殺しようと試みた。しかし、アイデウスが、メーデーアから渡された、毒薬入りの飲み物で、テイセウスをもてなそうとしたとき、トロイゼエンに残した自分の剣をテイセウスが、献上したので自分の息子だと気づいた。こうして、毒殺に失敗したメーデーアは、王の息子を殺そうとしたために、息子メイドスと共に、アテー内を追放れた。 その後、メーデーアは、イタリア半島に行き、マルビグム人たちに蛇使いの術を教えた。デッサリアー地方にも一時滞在し、女神テティスと、美しさを競ったが、イードメネウスの審判で敗れたという。さらに、小アジアに達して、王と結婚した。この王は、アイディオスで、メーディオスの父だとも言う。コルキスで、不王、アイエーテイスがおじ。 ペルセースに王座を奪われたと聞いたメーディアは、メイドスを連れて、故郷コルキスに帰り、ペルセースを殺して、アイエーテースを、再び王座につけた。息子のメイドスは後に、周辺諸国を征服して、メーディアを建国した。一説によると、メーディアは、アルテミスの巫女だと身分を偽って、ペルセースの国に訪れた。そして自分が殺したコリントスをクレオンの息子。 ヒッポテイスが投獄されていることを知った。実は彼は母の後を追ってきた息子メイドスだったが、そうとは知らずにヒッポテイスが自分を殺しに来たのだと考えて、彼はメーデーアの息子メイドスであり、王を殺すためにやってきたに違いないから自分に引き渡してほしいと説得した。しかしメイドスが連れて来られるとメーデーアは自分の息子であることに気づき、メイドスに ペルセウスを殺すよう命じた。そしてメイドスがペルセウスを殺して、王権を奪うと、メーディアはその地を、自分の名前にちなんで、メーディアと名付けた。ヘイロドトスも、メーディア人たちは、アテー内から逃亡したメーディアが、自分の名前にちなんで、メーディア王国と名付けたと主張したと述べている。やがてメーディアは、不死の実となり、エーリュシオンの脳を治めたという。アキレウスは死後、 ヘレネーと結婚したという伝説があるが、相手は、ヘレネーではなく、メーデーアだという説もある。古代ギリシア三大悲劇詩人の一人エウリーピデースによる戯曲、コリントスを舞台とし、夫、イアーソーンに離婚を告げられ、追放を言い渡されたメーデーアは、イアーソーンへの復讐のために、彼の新しい花嫁とその不を、そして、自分の二人の息子を殺害して、 コリントスを去っていく。カズトの女性によって、すべてを狂わされてしまう物語である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。